はい、たくまんです。今日はですね、この時期受かった大学どっちに行こうかなっていろいろ悩む方が多いと思うんですけども、実際に僕が受験生だった時にも周りにもたくさんいた事例でですね、こういう事例があったので、ちょっとそれについて話したいと思います。その友達は上智大学の外国語学部と早稲田大学の文化構想学部両方受かっていました。その時にどっち行こうかなっていうのを最後の最後まで悩んでいて、僕も相談をされたんですね。で、こういう例って結構あると思うんですよ。大学で言うと、それは早稲田と上智を比べた時に早稲田大学の方が上というふうに言われてますけれども、早稲田大学では比較的今マイナーな学部である文化構想学部、一方で上智大学は早慶上智っていう、まあ一緒にくくられるぐらいの大学で、かつ、まあ、看板学部って言ってもいいその外国語学部なわけじゃないですか。じゃあどっち行くかなってなった時に、まあ、どっちを選べばいいかという悩みが出てくるわけなんですけれども、これはね、自分が考える時の軸が何かっていうのをしっかり見つめ直して決める必要があるかなというふうに思います。まず一つ目の軸としては、就職という軸ですね。就職活動の時に有利になってくるのは、やはり学部ではなくて大学名なんですよ。会社の説明会なんかでも早稲田慶応限定セミナーとか東大限定セミナー説明会とかっていうのは結構あったりするんですよ。で、そうなってしまうと、やはり大学名の時点でそういうイベントに行けなくなったりとか、チャンスが少なくなったりしてしまうということで、まあ、やっぱりそういう就職活動に生きてくるのはどちらかというと大学名がいい方を選んだ方がいいと思います。そしてもう一つの軸は、どちらに行ったら自分の学びたいことが学べるかということだと思います。中でも特にもう自分は4年間こういう研究をして、でその後なんなら大学教授になるぐらいまで勉強したいんだと、研究を続けたいんだっていう人は、やはりもうその軸で自分が勉強したいこと、学部に行くべきだと思います。他にもすでに、まあ、県庁とか市役所とか都庁とか公務員になろうかなとか先生になろうかなっていう人も、学びたいことを優先していいのかなというふうに思います。でもやっぱり自分は就職活動をして企業に入ってサラリーマンとして働こうかなというふうに考えている人は、先ほど言ったように大学名で選んだ方が得策かなというふうに思いますし、どの学部に行っても当然学びたくない授業っていうのは出てくると僕は思うんですよね。4年間で120とか30の単位を取る中で、学びたいことはもちろん大いに越したことはないんですけど、一方で学びたくない科目っていうのも当然あるわけで、それはどの学部に行っても絶対出てくるというふうに思うんですよ。今って結構別の学部の授業を取ったりもできるんですよね。ですから自分は本当にこの授業、こういうことを授業で受けてみたかったんだっていうのは、意外とね、調べてみたら多分他の学部でも受けられたりすることができるので、受けてみるのもいいのかなというふうに思います。と、まあ大きく分けたらこの2つの軸かなと。就職活動に生かしていくのか、そして自分が学びたいことがどちらにあるのかっていうのを考えて結論を出してみてください。またコメント欄なんかにもね、皆さんきっと参考になるような意見とか考え方書いてくださると思うので、そちらも参考にしてみてください。それでは今日はこの辺で、バイ。